大きな紙いっぱいに桜の花を咲かせましょう。まずは型紙作りです。正方形に切った紙を10折りにします。10折りの動画を参考にしてください。10折りができたら桜の花びらの形を描いて切り取ります。慣れてきたら線を描かなくても切れるようになってきます。切り方を工夫して何枚も作ってください。次はスプレーの準備です。100均のプリンタインクマゼンタを水で溶いたものをスプレーボトルに入れます。先ほどの型紙を並べてスプレーするとこんな感じになります。乾いたらさらに型紙を置いてその上からスプレーしていきます。スプレーを近づけすぎるとびしょびしょになります。少し離したところからふわっと霧のようにかけるのがコツです。スプレーし終わったら花びらをそっとのけていきます。花と花とが重なって花がすみのようになりました。